ショップだけあなただけ、今日ショップチャンネルですごい商品がデビューしまして、もう瞬く間に大人気の商品になりました。今炭酸、はい、で実際どういう風に使うかというと、これジェルがあるんですが、これがまたいい成分入ってるんですね。そうですね、はい、その中にすべての栄養成分が入っておりますんで、はい、美容成分が入っているので、はい、これでちょっと先にね使い方いっちゃいますが、このもう一つのパックがですね、発泡する材料が入っているものなんですけど、これを開けていただいていきますね。ここで粉が出てくるんですが、これで合わせてあげて混ぜ合わせますが、ちょっと音がもう鳴ってるので、ちょっとお客様にね、この感じで今粉と合わせましたが、聞こえました？プチ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 っていうシュワ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 っていう、そうですね、この炭酸のシュワシュワシュワっていうのがお顔に乗った時に、最初こんな感覚ってあるのってびっくりしたんですけど、新しい刺激かと思います。すごい気持ちがいいんですね。これがチリチリとかシュワシュワっていう感じがあって、その部分で少しこう刺激を受けて赤みが出てくるんですね。この少し赤みが出てくるというのもこれ特徴なんですね。そうですね、ただ多少ね、だいぶ時間は経ったと思うので、ここで分かります、赤みが出てる感じが分かると思うんですね。この赤みは後に消えます。でぜひお願いしたいのは、お風呂上がりにはおすすめしません。はい、ちょっとほてってる時っていうのは少し刺激が強い時があるんですね。そうですね、ですのでお風呂で洗い流すみたいな感じで、お風呂に入る前にやってから洗い流すぐらいがいいかもしれません。でこの状態で今赤みになってますが、これが発泡してくれたその良さなんですね。刺激、刺激による、はい、炭酸の刺激により発泡しますね。これ少し経つと落ち着いてくるので、そこをお客様に後でお見せしますが、ここで実際にモデルさんにどういう風にやるか見ていただくようにいたしましょうか。お願いします。では行きましょうか、西川さん。実際にですね、モデルさんの今日お顔でやってみますので、ご案内をさせていただきましょうか。では実際に西川さん、はい、塗っていただくのには塗っちゃっていいんですね。そうですね、もうサクサクっとやった時点で発泡してますんで、はい、塗りやすい広い面からお顔全体に塗っていただければ大丈夫かと思います。もう塗りやすいところからどんどん、もうどんどん、コツもないですね、はい、順番もないです。もう本当に簡単に、ご自身が塗りやすい場所から塗っていただいて、はい、あと細かいところですね、はい、毛穴のお鼻の横の方とかも手先で簡単に塗るだけで大丈夫です、はい、特に鼻の上の毛穴の目立つところとか、はい、小鼻の赤みとかね、汚れが溜まってるところとか気になる方とか、おすすめですよね、はい、そうですね、手ですから本当に自分で気になる場所だけをきちんと塗れるっていうのが非常に簡単でいいかと思います。しかも液だれってしないですよね、これね。そうなんです、本当にもうこのまんまの状態でもちょっとしたら用事がもうできてしまうっていうような感じでは、もう本当に目に入るの気になるとかね、はい、流れちゃってとかっていうのがないんですね、これが。ないですね。ですので目の周りは避けていただきながら、口元も避けていただいて塗っていただく、はい、で今日はお顔だけにしていただきましたが、デコルテも。そうですね、もう本当に自分の手で使えますんで、はい、もう首、デコルテ、皆さんやはり首がもう気になるっていう方がすごく多いので、はい、そういう時にはもうちょっと余ったものでさっと塗っていただければ、OK ですね、はい、OK、です。あと顎のあたりとか、はい、意外とお顔ケアしててもこういうところやってない方いますよね、はい、そうですね。ですのでこういうところお顔のですね、こういう内側になるようなところもやっていただけると、気になるのがよく出るのよねっていう方もすっきりやっていただくことができますので、ぜひこちら今10分置きます。牧田さん、10分用に。では今牧田さんケアをした後なんですが、見てください、お客様、このねふわっていう感じなんですね。張りがありますね。ありますよね、はい、
でしかも透明感、この透明感が私は一番気に入ったところです。あと潤いとかもちもち感とか、はい、ね、はい、触った時のこの感触、はい、気持ちよかったです。気持ちいいですね。でも何よりも触る前に自分の顔を鏡で見た時に、はい、タオルで顔を拭いた後、あっていう感じがありました。驚きは明るさですね。ワントーン明るくなったっていうのが、はい、あ、やったんだっていう感触が。